NHN エンターテイメント NHN ジャパン NHN ジャパン株式会社は日本の企業、韓国最大のインターネットサービス会社 NHN コーポレーションの子会社だったが2013年親、会社である NHN コーポレーションがネイバー公と NHN エンターテイメント公に会社分割した後に韓国 NHN エンターテイメントの子会社になった。その後、 NHN エンターテイメントとネイバーは互いに保有している持ち株を売却することで資本関係は解消された。ハンゲームコミュニケーション海外事業部責任者戦。吉元がハンゲームのビジネスモデルを日本に広めるべく2000年にハンゲームジャパン株式会社を設立した。2003年8月、ハンゲームジャパンが NHN ジャパン株式会社へ社名変更。 2007年に千吉源が取締役会長に退き、副社長、森川良が二代目代表取締役社長に就任し、2012年に NHN 創業者理解賃が取締役会長に就任した。2013年4月1日、旧 NHN ジャパン株式会社が LINE 株式会社へ社名変更し、ハンゲームなどのゲーム事業を新設する。 NHN ジャパン株式会社に LINE やネイバー、ライビダーなどのウェブサービス事業を LINE 株式会社に会社分割。同年8月1日、NHN ジャパンは社名を NHN プラート株式会社に変更。同日に実施された韓国 NHN のゲーム事業の分社化により、親会社が NHN から NHN エンターテイメントへ移動。同年12月、株式会社。 セイブウェイを子会社化。2014年9月30日、LINE から株式会社データホテルの発行済み株式をすべて取得し古会社化。2015年1月5日、本社を渋谷光カから虎ノ門ヒルズに移転。同年10月1日、NHN プラアートは社名を NHN コマッコ株式会社に変更し、LINE ゲームをはじめとする。 スマートフォンゲーム事業を新設する NHN プラアート株式会社へ PC オンラインゲーム事業を NHN ファンゲーム株式会社へ会社分割2016年7月1日 NHN プラアートがアニメートとの合弁会社アニパニを吸収合併なおブランドとしてのアニパニは継続して使用する二千十七年三月十一日 NHN エンターテイメントが 同年6月1日を予定に NHN コマッコの会社分割を発表 Webtoon 事業を新設する NHN コマッコに継承させ NHN コマッコは NHN ジャパン株式会社に社名変更コマッコスマートデバイスに特化したスマートコミックサービス LINE ゲームライン上で展開する携帯電話仕様のゲームであるスマートフォンゲームありがとうございます